中日、雑魚すぎお笑いイズ、岡野も言って負け、うんちっち。今からでも砂田と枠井返すから今日だと雨もらえへんか。枠井の日はやっぱ期待したらあかんな。いつになったらワクワクさんに勝ちをつけてあげられるんや。打線は弱すぎてからしすぎですよ。ここまで来ると勝つより負けた方がウキウキするかもしれん。もう今シーズン再開なんだからどんな試合展開でもいいだろう。岡林の最多安打とライマルのセーブ王だけ頑張ろう。阿部で枠井取れてよかったとか言ってるやつ、ワクワクさん中継ぎにした方がええやろ。細川ビシエド打ったけど、ビシエドに関してはこういう負け試合でしか打たんのよな。枠井は年齢的にも今年ダメな時点でもう使えないことが確定だしな。オフに嫌なら出てけ精神で大減俸提示するんじゃね。打つにしてもなんでここまで宇佐美に関わってるんや。投手終わってんやん。11失点ってなんぼっても勝たれへんやろ。珍しく先制したのに打たれた枠井さんがあかんわ。久しぶりの生え抜き大砲の細川がおるんやが、いくら敗戦処理とはいえども出てくる P がことごとく失点してるの。なんとかしろ。立浪解任されたら後任の監督は立浪が取ってきた選手たちや投手ネオをどうすんのやろ。ビシエドの打率の見栄えだけ良くなる打法が復活してるかもしれん。ご視聴ありがとうございました。